衝撃の未解決事件、池袋駅構内大学生殺人事件。1996年4月11日、東京都豊島区の JR 東日本池袋駅構内で発生した殺人事件です。警視庁による正式名称は、JR 池袋駅山手線ホーム上立教大生殺人事件。この事件では被害者の父親が賞金をかけ情報収集するなどしていますが、未だ解決されていない事件となっています。またこの事件は大勢に目撃されており、現場となった池袋駅には目撃者の証言などをもとに作成された犯人の似顔絵が貼られています。事件概要。1996年4月11日、被害者は当時立教大学の4年生の小林悟さん。事件のあったこの日も大学主催の就職セミナーに参加。午後7時から午後9時まで友人2人と居酒屋で食事をし、その後カラオケ店に移動。午後11時過ぎに帰宅するため、一緒にいた友人たちと池袋駅へと向かいました。神奈川方面へと向かう友人と先に別れ、所沢方面の友人とは池袋駅地下切符売り場で別れました。午後11時30分ごろ、友人と別れた悟さんは自宅のある埼玉県春日部市へ帰宅するため、 JR 池袋駅山手線外回り78番ホームへと向かいました。そしてホームへ上がる階段の下でスーツ姿の男に絡まれます。男はなぜ悟さんに絡んだのか動機は定かではありません。男に絡まれた悟さんはトラブルを避けホームへ上がるも、男は悟さんの後を執拗に追いかけ、さらに因縁をつけました。悟さんはそれを避け再び階段を降りようとしますが、追いかけてきた男に捕まり口論となります。男は悟さんの胸ぐらをつかみ、ホーム上を引き回すなど暴行を加えた上、顔を殴打。殴られた悟さんは転倒した際、障害者誘導用ブロックに後頭部を強打し意識不明に。病院に搬送されましたが、5日後の16日早朝、外傷性脳内出血のため死亡しました。享年21歳でした。まず山手線といえば、ある程度規則正しく等間隔の時間帯に運行していると思われている方が多いのではないでしょうか。しかし実際はかなり運転間隔にばらつきがあります。夜10時半から11時半までの間に1分間隔で3本の電車が相次いで入線したかと思うと、その後7、8分は電車の入線がなく、再び1、2分間隔で連続入線という状況なのです。電車が連続して入線している最中は電車に乗り降りする客がまばらになります。しかし7、8分の間隔が空いた後に入線した電車はかなり混んでいて、乗り降りにも時間がかかっていました。その結果、夜の池袋駅のホームで山手線のドアが開いてから閉まるまでの時間は、長い時で約60から70秒、短い時で約40秒ほどかかることになります。この時間は非常に重要なポイントです。なぜなら、悟さんが犯人と出会ってトラブルに発展し、殴打、転倒、犯人の逃走までの一連の悲劇が、このわずかな時間の間に完結したことになるからです。加害者の男。悟さんに暴行を加えた男は、ホームに倒れ痙攣を起こしている悟さんを介抱することもなく、山手線外回りの電車に乗車し、逃走しました。加害者の男の特徴は次の通りです。年齢24から38歳、身長170から180センチ、がっちりとした体つきで小太り、右の目尻に穴状の3つの古傷あり、まぶたが重く目つきが座っていて二重顎、両眉とも目尻にかけ大変薄い、耳が大きい、黒っぽいグレーのスーツを着たサラリーマン風。逃走ルートについて。逃走ルートの情報は諸説ありますが、どれも正確な情報であるかは不明。当時の防犯ビデオの記録によれば、
男は上野駅で常磐線に乗り換え、千葉県柏駅で降車したとみられます。しかしビデオが上書きされてしまったため、犯人を写した画像は残っていません。他の乗客がこの凶暴なサラリーマン風の男を見ており、日暮里駅まで乗っていたと証言していますが、そのまま鶯谷駅、上野駅以降まで乗り続けていたのか、目撃者が目を離した後に日暮里駅で降りたのか断定はできません。事件当時、池袋駅構内には約130人以上もの人がいました。男が悟さんに因縁をつけ胸ぐらをつかんでいる姿も30人以上の人が目撃していたと思われます。しかし男と悟さんの仲裁に入る者はいませんでした。救急車が到着するまで悟さんのそばにいたのは高齢の女性一人だけ。事件当初、証言者として名乗り出たのもわずか9名だけでした。この動画を見て何か思い出された方、犯人に心当たりのある方、些細な情報でも構いません。こちらまでご一報ください。警視庁池袋警察署、 JR 池袋駅、山手線ホーム上、立教大生殺人事件捜査本部、電話 03-3986-0110、 03-3986-0110 です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。 Thank you.